ばい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 。こんばんは。ミュージックビデオ見ましたか？ちょっとめっちゃ近い顔の配信でごめんなさい。めっちゃ近いところで配信してますが、ただいま私は、私というか私たち東京におります。お家ではないんですけど、なので今ホテルにおりますので、こういう画角になっております。そう、今日は家にちょっとありまして、もしかしたら今日の夜なんかあるかもねって感じですかね。それは分かんないです、私には。いつ見たの？私たちは一昨日ぐらいに見ました。そう、ミュージックビデオを見ていただいたらわかるかと。てか、まずは皆さん、僕はやっと君を心配できる、見た人、見た人、おー、偉いですね皆さん。あ、みんなはいですね。見てない人はとりあえずいないということで、見ていただいてありがとうございます。そうですね、見ていただいたらわかるかと思うんですが、私は前列で歌わせていただいております。1列目か2列目、ちょっとどっちか私も把握してない。1列目と言ったら1列目だし、2列目と言ったら2列目だし、フロントメンバーと言ったらフロントメンバーだし、フロントメンバーじゃないと言ったらフロントメンバーじゃない場所にいます。ちょっと私も概念が、そのダブルセンターの時の概念がちょっと分かってないので、ちょっと分かんないんですけど、とりあえず1列目にいるってことでいいんですかね。でも1列目で踊らせていただいております。そう、なんと江口子母ちゃんと新芽でございます。身長差何センチの新芽なのかちょっと分かんないですけど、すごく嬉しいですね。新芽、えぐっちゃんと私が新芽になる未来は誰が予想していたのかという感じでした。22センチ差の新芽でございます。まあ、そうです。何列目とかフロントとかの概念はちょっと多分というよく分かってないんですけれども、まあ、すごく見やすい位置で踊らせていただいておりまして、ミュージックビデオめっちゃ映ってましたね。本当にありがたいです。リップシーンとかもすごいたくさんあって本当に嬉しいです。もうなんかやっぱいろいろ話すとこはたくさんあるんですけど、おいおい喋ります。それは今日はもう意外と時間がないんで、
皆さんは一応寝ない方がいいか、わかんないですわかんないですけど、一応寝ない方がいいかな、一応。今日あとちょっとしかないので、ちょっと起きてて何もなかったらごめんなさい。なんかあるかも。何時まで起きてたらいい？分かんない私たち分かんない、分かんないです、申し訳ないです。一応寝ない方がいいかも。今日のお仕事です。今日はキラキラ、今日はなんでかわかんないけど顔が良いです、いい感じに映りました。明日は坂狩り公演がありますね。明日爆速で戻るしかない。今日は初めてつけるカラコンをつけました。ちょっと気合が入って、ピンクモラクの桜ペダルをつけてます今いきなりのカラコン紹介、初めてつけました。なんかいい感じでした映りは。カラコンするのなんか大事な、大事というか、気合い入れなきゃいけない時は入れたりします。でも最近は裸眼とカラコンを使い分けてます。ミュージックビデオの時とかはつけてます。今日はミュージックビデオ撮影じゃないんですけど、でもまあそのぐらいとか、あと北九の映画の時もつけてましたね一応。という感じでちょっとこんなこれぐらいの距離で配信します。ミュージックビデオはいかがでしたか皆さんは。私はすごく満足してるんですけど、お母さんは微妙だったらしくて、お母さん的にはあの顔が捨てないよって言われました。あのね、映ってないんじゃなくて映してないんだよって言って喧嘩しました。私はそのピアノをこうバーンってやって立ち上がるシーンはちょっと私が満足いかなくてちょっと撮り直させていただいたんですけど、その NG 理由が私的には顔が映りすぎてるっていうのが嫌だったんです。でも監督とかはいやもうちょっと顔映していいよって言われたんですけど、いやちょっと髪のくしゃ加減が足りないんでちょっともう一回やらせてくださいって言って、めっちゃ髪をくしゃくしゃにしてやったんですけど、それがもう顔が完全にこんな感じだったんですよ。私はそれが良かった、私はそれを求めて撮り直していいのが撮れてイエーイって感じだったんですけど、お母さんは映ってないよあれもう口だよ口って。でもそれが私ですから、公園でもあんな感じですからね。逆にあれがデフォルトみたいなとこありますから。下からやろう。ピアノ壊れないか心配だった。あれちなみにもうすでに壊れてるピアノなんですよ。すごいですよね、ピアノもうすでに壊れてます、バキバキに。
壊れてるピアノを使っております。結構ほこりにまみれたピアノにこうやって、なんか眠そう眠そうって言われる、そんなですよそんな眠くないです。起きたら起きとらなきゃいけないんで、声は疲れてますけど、調律がもうすごいことになってるピアノです。赤の衣装に立ち字が明らかといた、ああそう、あの赤の衣装のところが基本的な立ち位置というか、そういう感じですかね。弾いてみました。なんか絶妙に調律が崩れててめっちゃ楽しかったけど、すごく後悔してるのは、調律が狂ってるピアノで人生のメリーゴールド弾くのが夢だったんですよ。弾かなかった、忘れてました。今思い出した、調律狂ってるピアノで人生のメリーゴーランド弾けばよかったと思って。姫の実家のピアノは1年に1回は調律してます。最近はしてないのか。メイクレシピのメイクしてる、全然違うメイク全然違う。あれはね、普段のメイクかな。なんかステージとかこの曲に合わせてメイクめっちゃ変えてるんで、毎回今日は全然違います。下地とファンデが一緒ぐらいなだけ。そう、あと何かな、何があるかな。とりあえず、すごく嬉しい立ち位置で踊らせていただいてますよということですね。今回のシングルはぐっちゃんと新芽で、1.5 列目ぐらいで踊らせていただいております。またなんかオフショットとかがまだ届いてないので、届いたらまた SNS 更新しますね。メールも書かなきゃいけないんですけど、メールもこれ終わった時間、またでも明日も忙しい。ちょっと落ち着いたら SNS 更新しますので、ちょっとお待ちください。新曲のグッズもいいね。いいですよね、すごくいい感じの出来です、グッズも。最近の楽しいお仕事が気になります。あ、もう楽しすぎて困っちゃいます。最近の仕事のヒントとしては、あと5日以内ぐらいに情報解禁があると思います。ヒントは、私は本気なんで、毎日5時間ぐらいは練習してます。それのダンスの練習とまた別でそれの練習を5時間毎日今してます。だから眠いのかも。昨日は2、3時ぐらいまでやってました。
まあちょっと楽しみ、いや楽しみにしといてくださいっていうのはなんかあれですけど、ちょっとファンの皆さんがなんて言うんだろう、ファンの皆さんは多分知らない、知らないというかあんまり知らなさそうですあんまり興味ない方多いかも。だからファンの皆さんが喜んでくれるかわかんないですけど、私はとっても嬉しいし、ファンの皆さんにこれは布教したいんです。まあ布教するのがお仕事なんですけど、だからファンの皆さんはちょっとなんか喜ぶてか、やったーみたいな感じかはわかんないんですけど、私はめっちゃ嬉しいです。いやまあちょっとクラシック系って言ってクラシック系だけど、音楽のクラシックではないですよ音楽のクラシックじゃないクラシック系です。まあ、ここまでにしときますね。タップダンスまあそんな感じですかね。嘘です、そんめっちゃかけ離れてますけど、まあ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 クラシックといえばクラシックです。ちょっと楽しみにしていてください。三味線とかあっちか、いや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 、あの音楽ではないんで、音楽系ではないです。しやせん声聞こえる。ちょっとキャーキャー言ってますね。それでは。まだまだ情報解禁待ちのやつはありますので、うん、お楽しみにということで、とりあえず今日は一旦起きてみてくださいっていう感じです。ということでありがとうございました。今日はこのぐらいにしようと思います。またミュージックビデオとかそういったもろもろの話はまた随時していきますということで、ありがとうございました。